はい、どうもいらっしゃいませ、ナミです。はい、今日なんですけれども、私ナミ甲冑を手に入れました。はい、もうわけわかんないと思いますけれども、男の子だったら多分一度は日本の戦国武将とか見て、あの鎧甲冑とかって欲しいなって思ったことあると思うんですよ。あるかな、わかんないけれども、自分はあったんですね。昔から歴史が好きだったんで、こう時代劇とか見ながら、あの甲冑ってどんな感じなのかなって思ってたんですけれども、私その甲冑をついに手に入れまして、お店に飾ることにいたしました。もう聞いてる方はわけわかんないと思いますんで、とりあえず見てもらおうかな。はい、というわけで私が入手した甲冑がこちらです。宮波。はい、それではですね、私が手に入れた甲冑がこちらです。アホだなこれな。全部真っ黒な鎧を手に入れまして、それであのベイダー教のマスクをつけて飾ってるんですけれども、実はですね、この甲冑なんですけれども、自分で作りました。だからよく見ていただけると、近くに来て見ていただけると分かるんですけど、これあちょっと材質も隠せるようにしてあるんだからあれだけど、あのこれ段ボールなんですよ全部。前にちょっとツイッターの方でね、段ボールのゴミが溜まってきたからなんか作ろうかなとかっていうツイートしたんですけども、あの思い立って段ボールで甲冑を作っちゃいました。こんな感じです。お店の入り口の横にいわゆる等身大のダースベイダーとして飾ってるんですけれども、もうこんな感じですわ。かなりでかいです。今座らせてる状態なんですけれども、直立すると約2メートルぐらいになるんですけれども、これね、実際段ボールで作ったのかって思うかもしれないんですけど、一つ一つパーツを作って、それをちゃんと紐とかで縛り合わせて、あの本物の甲冑の作りと同じような感じで作ってあります。で、材料としては本当にもうご家庭にあるようなもの、段ボールと紐と、まあ多少テープも使いましたけど、まあ極力使わないように、あとはここら辺の鎧の飾りなんですけど、これ全部ストローです。ストローでこういう風に作りました。で、これがすね当てですね。で、中にこのもものところにつける用のヒレもつけまし、もう作りまして、この辺も全部あの穴、段ボールに穴を開けて紐を通して縛ってあるっていう感じで、で、この迫力です。もうアホだなこれ。でもね、本当に一回こうやってほんの甲冑とかってやっぱり飾ってみたいなとかと思ってたんで、まあある種一つまだ夢が叶ったっていう感じなんですけれども、まあね、あの実際これ外してつけることできます。ネットで調べると結構段ボール甲冑って出てくるんですよ。だいたいまあ売ってるものとかもあって、本格的に作ってあるものとかもあるんですけど、大体がチャチいものだったんで、もう素人がどんだけ本物に近づけられるかっていうのをコンセプトに、こうやって段ボールで甲冑を作ってみました。いかがでしょう。まあいかがもクソもないと思いますけどね。まあコンセプトとしては最初からもうダースベイダーにこれをつけようっていう風に考えてたんで、まあ割とベイダー教に近い感じの全部真っ黒な甲冑にしました。でもね、もともとね、スターウォーズもあのジョージ・ルーカスが
黒澤明監督の黒澤映画に影響を受けてたっていうのもあって、ダース・ベイダーがもともと伊達政宗かな、伊達政宗のあの真っ黒な鎧をモデルにデザインされてるっていう風に言われてるんで、こう見ると割とマッチしてると思います。アホだなと思って笑ってくださいこれ見て本当に自分でもちょっとアホだなって思う出来なんですけど、割とまあ初めて作ったにしてはクオリティ高く作ってあるんじゃないかなと。もう本当にあの忠実に再現して作りましたんで、まあここからまたもうちょっとね、あのまだ段ボール生地が見えちゃってるところとかもね、こういうところちょっと茶色いのが見えてるところとかもあるんで、ここら辺ももう少し塗装とかを加えてより本格的に作っていこうかなと思っていますんで、おすすめはしないですけど、あの結構やってみると楽しいですよ、作るのも。それこそもっと小さい版を作って、お子さんがいる方とか男の子がいるお父さんお母さんとかは作ってみてあげてもいいんじゃないでしょうか。結構ネットだとね、そういう画像とかも載ってるんで、 SNS とかで映えると思いますんで、ぜひ皆さんも挑戦してみてください。宮波、はい、そういうわけでこうして念願だった甲冑、それからもう一つ念願だった等身大のダースベイダーっていうものを、まあ、実際作ってこうやってお店に飾っていますんで、スナンバチ銀座商店街にありますボルテージの方に来ていただけるとこれ見れますんで、もうそれでよく聞かれるんですけど、お店の中は全然撮影 OK なんで、撮影してどんどん SNS にも上げちゃってください。というわけで、自分の夢がもう一つ叶ったっていう動画でした。じゃあ本日も高評価チャンネル登録の方よろしくお願いします。じゃあまた次回お会いしましょう。ありがとうございました。バイバイ。やってみるとね、割と面白いですよ。創作意欲のある方、おすすめですんで作ってみてください。